水運偽造台水運偽造台は中国北総のイケ池層が1092年に設計した世界最初とされる天文時計。水運偽造台は北総の秋ら修日期の元有年間にイケ池層、観光安、等によって北総の首都であった開封に作られた。現物は残されていないが新偽造法要上中下館に概略が記述されている。偽造台は 時刻を表示する、昼夜キリン、1464個の星の位置を表示する機能を持つ、根蔵、最上階の矢倉の下で狙いを定めた星を追尾する、レンズのない望遠鏡である、ン尾の3つの表示部を持つ。内部には精度を高めるために、様々な仕掛けが内蔵されていて24時間で2分の誤差に抑えられる。天虫を使って、 各部を駆動するようにした原型と根木の駆動には、天橋号を使って中夜リンと、根蔵の駆動は、クルルリンジックから直接行うようにした改造型の2種類があったと、される。日本国内では、長野県諏訪郡下諏訪町の偽造道2997年に復元された水運偽造台が展示されている。成功ミュージアムには縮小された水運偽造台が展示される。 ありがとうございます。